ソードとドレークの今後。現在物語も佳境に差し掛かり、クライマックスを迎えているワンピース。そんなピースで最も注目されているのが、ソードとドレークの今後。第1059話では、ソード隊員のコービーが黒ひげに拉致されて、第1061話では、続々とソードのメンバーが明かされているものの、隊長のドレークは行方不明。果たして、ソードは、ドレークは、どうなっていくのか。ということで今回は、ソードとドレークの今後について徹底考察したいと思います。ザ・ワンピース第1061話までのネタバレを含みますので、ご注意ください。まだ見てない方は、必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それでは、どうぞ。ソードの今後の動向について考えていく前に、そもそもソードとはどのような組織なのかについて考察していきたいと思います。まずソードとは海軍本部特殊機密部隊のことなんですけども、ドレックは身分を隠して百獣海賊団に潜入しており、そこで得た情報を同じくソードの隊員であるコビーに報告していたことから、諜報活動を行う部隊であることがわかりますよね。そして海兵であることを隠し、組織に潜入していた人物といえば、ある人物が思い浮かびます。そう、ロシナンテです。ロシナンテといえばドフラミンゴの実の弟であり、ドフン教皇帝海賊団の最高幹部2代目コラソンだったんですが、その正体は実は海軍本部中佐であり、ドン・キホーテ海賊団の動きを逐一戦国に報告していたんです。そんなロシナンテなんですけども、実はソードとの共通点が見え隠れしているんです。そのうち一つはですね、独特な暗号おかきあられ。第764話でロシナンテは戦国に連絡を取ってるんですが、おかきとあられという独特の暗号を使っています。一方ソードはというと、第956話にてドレークがコビーと連絡を取った時に海霧という暗号を使っています。このようにロシナンテとソードには独特な暗号を使っているという点でですね、共通点があります。そしてもう一つの共通点は、海兵であることが海軍内部でも秘密にされているということです。死者の中にドンキホーテファミリー幹部が、コードネームコラソン、画像を送ります。第798話の戦国の回想からわかるように、ロシナンテが海兵だということは戦国しか知らず、海軍内部では秘匿されていたんです。一方ドレークについてもシャボンディ諸島編でヒザルと戦闘になっていたことから、海軍本部大将であっても海兵だと知らなかったことがわかります。これらの共通点から考えると、ロシナンテはソードができる前の戦国直轄のですね、諜報員だったんだと思われます。そしてもしかするとロシナンテの死をきっかけにして、ソードの組織として発足することになったのかもしれません。ではソードは一体ですね、何を目的として発足された組織なのでしょうか。ソードの前身となったロシナンテの行動と、ドレークのこれまでの行動から、ソードの存在目的について考察していきます。まずロシナンテが取った行動としては、先ほども説明したようにドンキホーテ海賊団に対する諜報活動が挙げられますよね。しかしそれだけにとどまりません。俺の目的は弟として兄ドフィーの暴走を止めることだ。第764のロシナンテの発言にもあるように、ロシナンテはドン・キホーテ海賊団の情報をですね、逐一海軍に報告するだけではなく、兄であるドフラミンゴの暴走を止めることまで目的としているんです。そしてこれはローの白煙病を治すためだったんですけども、ディエス・バレルズとドフラミンゴの間で行われる予定だったオペオペの実の取引を妨害し、結果的にオペオペの実が手に入れば世界の実権を握れたはずのドフラミンゴの野望を打ち砕いているんです。続いてですね、ドレークの取った行動としては、先ほども説明したように百獣海賊団に対する諜報活動が挙げられます。しかしドレークもですね、単なる諜報活動にとどまることなく、自身の陰謀によって捕らえられていたローを逃がしたり、自分の正義に従って CP0 を刺したりしているんです。これはですね、忍者海賊ミンク侍同盟に手を貸す行動だったので、これらのドレークの行動の目的はカイドウを倒すことであったと思われます。そしてロシナンテとドレークのこれらの行動から考えると、ソードは単なる諜報機関ではなく、潜入対象の勢力拡大を防ぐ役割も持っていると言えます。また諜報機関といえばサイファーポールが代表的なんですが、 CP0 などの機関の正式名称にはある単語が含まれてますよね。それがイージス。イージスといえばギリシャ神話の女神アテナが持っていた盾のことを意味します。そしてソードの意味といえば剣。盾と剣といえば対照的なものなので、このような名前を付けたのにはですね、何か理由がある可能性があるでしょう。つまりですね、ソードはサイファーポールと敵対している組織なのかもしれないんです。というのもですね、注目すべきはドレークのこの発言です。俺の正義だ。これは第1042話で CP0 の仮面の男に刺した理由を聞かれた時の発言なんですけども、ドレイクは自分の正義に従って CP0 を刺したことが分かっています。ということはソードにはサイファーポールを監視し、サイファーポールの暗躍を阻止する役割が与えられている可能性があるんです。それが現れているのがこちらの会話。ディエス・ドレイク、お前の正体を我々が知らないとでも、なら言い訳でもしたらどうだ。これは第1032話でカイドウの城に CP0 がいることがドレイクに目撃されてしまった時の会話なんですが、ドレイ
ークが CP0 に言い訳を促しているということは、ドレークにはですね、CP0 の動きを探り、海軍にですね、報告する役割があるということを意味していると言えるんです。つまり、ソードについてまとめると、潜入対象への諜報活動と、対象の勢力拡大の阻止を目的としながら、世界政府の動きも見張る存在だと言えます。最後にソードの組織形態について考えていきます。ロシャンテについては、当時、元帥だった戦国しか知らない様子だったことから考えると、ソードもですね、元帥直轄の組織だということになると思われます。そうだとすると、ソードはですね、赤犬直轄の組織であり、ドレークは赤犬の部下だということになるのでしょうか。結論から言うと、ソードは赤犬ではなく、戦国直轄の組織だと思います。その理由は大きく2つ。まず1つ目はですね、ドレークの海賊に対する姿勢です。赤犬といえば徹底的な正義を貫き、海賊を徹底的に弾圧する考えを持ってますよね。よってですね、ソードが直属の組織であれば、海賊に対する甘い姿勢など許されないはずなんですけども、スパイであることが百獣海賊にバレた後のドレークは、麦わらの一味に希望を見出し、共闘することを望んでいるんです。次に2つ目はコービーの存在です。コービーといえば、少女戦争で赤犬の前に立ちはだかり、海賊の殲滅をやめさせた存在なので、赤犬が組織しているのであれば、コビーをソードに加えることはないと思われるんです。ということで、ソードは戦国直轄のですね、組織であると言えます。占ってたある男ってのは俺だ。 CP0 に首を貫かれ、ボロボロの姿で倒れ込んだドレークは、第1052話でホーキンスの死を見届けてからというものの、全く姿を見せていません。今はドレークとも音信不通。そして第1061話のプリンスグルスの発言により、現在でもドレークの安否は明らかになっていないんですけども、ドレークは確実に生きていると思います。というのもですね、ホーキンスが聖書を占っていた人物は当初ドレークだと思われており、ドレークに死亡フラグが立っていると思われていたんですけども、第1052話で占っていた人物がホーキンス自身であることが明らかになっているので、ドレークの死亡フラグは消え、むしろ生存フラグが立ったという。ではドレークは現在ですね、一体どこにいるのでしょうか。結論から言うと、ローの船に乗っていると思われます。俺を逃がすことがお前の陰謀なら乗ってやるよ。第954話でローは何者かの協力によって檻から抜け出しているんですけども、第990話のクイーン、フーズフ、ホーキンスの3人がドレークを詰めていたことから、ドレークはローを檻から逃がしていたことが明らかになりました。そしてローを逃がしたのはドレークの陰謀によるものなので、ローとしてはドレークに恩義を感じる必要はないんですけども、結果的にですね、借りができてしまったのは間違いありません。ロード・ポーネグリフの父だ。お前らにも得る権利がある。抜け駆けはつまらねえ。そして第1056話のローの発言にもあるように、ローはですね、義理を貫き通す性格をしているので、ドレークに借りができたままというのはですね、絶対に避けたいはず。よってですね、ローはドレークを連れてワノ国を出てですね、ドレークが無事に出航するための手引きをすることになると考えられます。そしてその流れとしては、次のようなものが考えられます。百獣海賊団との激しい戦いが幕を閉じた後、ローは歴史の勉強をするためにワノ国を散策、そして戦いの傷跡が残る鬼ヶ島の城内を見回っているところで、ボロボロになって倒れているドレークを発見。まだ息があることを確認したローは、ドレークをすぐさま船内に連れて行って治療を施します。しばらくしてドレークが目を覚ました時には、すでにローが次の島に向けて出航したところ。そしてローは借りを返すためにドレークをですね、次の島まで連れて行くことを約束し、現在に至るんだと思います。ではですね、ドレークの今後の動向は一体どんなものになるのでしょうか。先ほども説明したように、ローはドレークを次の島まで連れて行くことになると思われるんですけども、ローの次の行き先はというと、海賊島ハチノスだと思われます。これについてはですね、以前別の動画で詳しく説明してるんですけども、その理由を簡単にまとめると、ローと黒ひげが同盟関係にあることと、海賊島ハチノスが歴史の勉強にもってこいの場所であることが挙げられます。そして第1056話でローはキッドから新聞を見せられて、クロスギルドの結成とバギーが四皇になったという事実を知っているので、コビーが黒ひげによって拉致されたという事実についても知っていると思われます。よってですね、目を覚ましたドレイクはローから世界がどうなっているのかを聞く中で、部下のコビーが黒ひげに拉致されたことも知ることになるでしょう。そこでドレイクとしてはコビーを救い出すために行動することになると思います。というのも、クイーンたちに裏切りがバレたドレイクは絶対説明の中でルフィに助けを求めているんですが、そのきっかけとなったのはコビーの発言を思い出したことでした。よってですね、ドレイクはコビーを深く信用していると言えるので、そんなコビーを見殺しにするはずがない。では具体的にはどうするのか。それは黒ひげ海賊団への潜入です。百獣海賊団に1年以上も潜入していたように、ドレークはですね、海賊団への潜入を得意としています。よって今回も黒ひげ海賊団に潜入することでコビーを救おうと考えているはず。そして黒ひげといえば、強い人物を次々と仲間に加える傾向にあるので、ドレークが黒ひげ海賊団に潜入するのは簡単なようにも思えるんですけども、それでは末端の構成員か序列の低い幹部になるに過ぎず、コビーを救出できるほどの立場になれるとは思えない。
そこでですね、ドレイクがどうやって黒ひげ海賊団に潜入するのかというと、黒ひげ海賊団と同盟関係にあるローに協力してもらうことになると思われます。その理由は大きく3つ。まず1つ目がローがドレイクに借りがあることです。ローはボロボロになって倒れていたドレイクを治療したと思われるので、もはやドレイクに対する借りは残っていないようにも思えるんですが、先ほども説明したようにローは義理を貫き通す性格を知るので、受けた恩を大きく上回るほどに力を貸すことも十分考えられます。よって自分が檻から脱走する手引きをしてもらったように、ドレイクが黒ひげ海賊団に潜入できるようですね、手引きする可能性もあるでしょう。次2つ目はドレイクがロシナンテと重なっていることです。ローといえばロシナンテのことをコラさんといって慕っていたんですが、ロシナンテが本当は海兵であり、ドフラミンゴの下で潜入捜査をしていたということをですね、知っていたんです。そしてアプーやホーキンスがドレイクの正体が海兵だと気づいていたように、ローも当然ドレイクの正体が海兵であることを気づいている可能性があります。よってですね、海兵でありながら海賊団に潜入しているという状況がロシナンテと一致しているので、ローはドレイクがロシナンテと同じ役割を果たしているということを分かっているかもしれません。したがってですね、ローはドレイクにロシナンテの面影を重ね、ドレイクに協力する可能性もあります。そして最後3つ目はローが海賊王を目指していることです。なあコラさん、俺はやっぱりこの数奇な運命の意味を知りて、第966話のローの発言にもあるように、ローは D の一族の数奇な運命について知りたいと考えているので、海賊王になるという野望を持っていないようにも思います。慌てるな、ワンピースは逃げやしねえ、ごちゃごちゃ言ってねえで黙って俺に従え、取るべき椅子は必ず奪う。しかし第595話のローの発言にもあるように、ローはワンピースの入賞を目指していることを明言したので、海賊王になることも目指していると思います。実際ローはロードポーネグリフの写しを集め、ラフテル到達を目指していることがわかりますよね。よってですね、ローの目的としてはラフテルに到達し海賊王になるのと同時に D の一族の数奇な運命を知ろうとしているんだと思われます。その場合同じく海賊王を目指している黒ひげは邪魔な存在になる。そのためローは同盟関係にある黒ひげもいつかは切り捨てたいと考えているはず。したがってですね、ローはあえてドレイクを黒ひげ海賊団に潜入させた上で、黒ひげ海賊団壊滅計画のエゴマとして利用しようとしている可能性があるんです。ということでドレイクはハートの海賊団に加わったという体で堂々と橋の巣に上陸し、ローが黒ひげと同盟関係にあることを利用して内部まで潜り込むことになると思われます。また黒ひげ海賊団といえば10人の巨漢船長が大きな戦力になっているんですけども、そのうち1人の正体が明らかになっていません。しかし結論から言うと、青生地こそが10人目の巨漢船長であると思われます。というのも注目すべきは第793話のこの発言です。クザンの剣はどうだ、あの巨大な戦力が今や黒ひげに加担しているとは。五老星のこの発言によれば、青生地がですね、黒ひげに加担しているということなんですけども、青生地も身長が3メートル近い大男なので巨漢船長の一人としてふさわしい。そして以前別の動画でも説明したんですが、青生地はソードの隊員である可能性があるんです。簡単に理由をまとめると、ドレイクは海軍少将でありながら海軍を辞めてですね、百獣海賊団の幹部にまで上り詰めているのと同様に、青生地が海軍大将を辞めて黒ひげ海賊団の幹部に上り詰めていることからですね、ドレイクと青生地の経歴がかなり類似しているということが理由となっています。そしてソードの一員であれば、当然構成員が誰であるかも知ってるはずなので、青生地とドレイクはソードの仲間として対面することになると思われます。そこで2人はコビーを助け出す手はずを整え、ドレイクはソードの部下に連絡を取り、セラフィムを連れて海賊島八の巣に乗り込むことを指示。そしてドレイクの動向を伺っていたローはここで2人の作戦に加わることになると思われます。というのも先ほども説明したように、ローは今は黒ひげと同盟関係でも将来ライバルになる黒ひげ海賊団の壊滅を目論んでいると思われるので、青生地に加えてですね、セラフィムという戦力があればローは黒ひげに勝機があると考えるはず。そこでローと青生地とドレイクの3人はコビー奪還に加え、そのまま黒ひげ海賊団を壊滅させるための作戦を考えることになると思います。こうしてソードがセラフィムを連れて蜂の巣にやってきて、コビー奪還作戦と黒ひげ海賊団壊滅作戦が実行されることになる可能性があるんです。しかしですね、この作戦がうまくいくことはないと思われます。というのもですね、作戦は全て黒ひげに筒抜けであり、前もって手を回されていたことによってあっけなくソードは倒されてしまう可能性がある。なぜそのような結末をたどるかというと、青生地がドレイクとローを裏切ることになるからだと思われます。だが俺や青生地なんざ信用できねえってんだよ。第720話のバージェスの発言にあるように、青生地はまだ黒ひげ海賊団の信頼をですね、完全に得ているわけではなく、不信感が募っているんです。海軍本部大将という海賊に敵対する代表格だった青生地としても、突然仲間に加わって信頼を得られるとは思っていないと思われるので、青生地自身もですね、仲間からの不信感を認識していると思います。よってですね、青生地は黒ひげ海賊団からの感
完全な信頼を得て、来るべき時に自分の目的を果たせるように、ドレイクとローを裏切るという決断をするかもしれません。補足としては、この段階で黒ひげ海賊団が壊滅するはずがないというメタ的な視点もですね、理由の一つとなっています。こうしてソードとローはですね、黒ひげ海賊団に一掃されてしまい、セラフィムは奪われてしまうんです。ちなみになんですけども、ドレイクはですね、サンファンウルフによって倒されることになると思われます。というのも、ドレイクのモデルといえば、イングランドの海賊であり、海賊提督にもなったフランシス・ドレイクなんですけども、なんとサンファンウルフのモデルとなったサンファン・デ・ウルアによって、スペイン海軍の奇襲を受け、率いていた船団が壊滅状態になった経験があるんです。そのためですね、モデルのエピソードに習って、ドレイクはサンファンウルフに敗れる展開になる可能性が高い。そして倒されてしまったソードとローは、黒ひげ海賊団によって、蜂の巣に幽閉されてしまうと思われます。そして黒ひげはローが持っていたロード・ポネグリフの写しを奪い去り、足らない分を補うため、キッドがビッグマム海賊団から奪ったロード・ポネグリフを奪おうと、キッドの元へと向かうことになると思われます。そして蜂の巣に残されたソードとローはというと、後からやってきた麦わらの一味によって助け出されることになると思われます。というのも、週刊少年ジャンプ2022年30号に付録としてついていた小冊子ロード・トゥ・ラフテルボリューム1によれば、麦わらの一味は今後ですね、エルバフ、蜂の巣、ヴィラには確実に行くことになると思われるので、ソードとローが幽閉されていれば、当然助けるという流れに。その後のドレイクの動向としては、海賊たちに海兵としている顔が割れてしまった以上、海賊を装い続ける必要もなくなり、ソードの隊長として正式にソードを率いて行動することになると思います。そして先ほども説明したように、ドレイクのモデルとなった人物はフランシス・ドレイクなんですけども、スペインのサンファン・デ・ウルアで敗れたという経験から、スペインに対して強い敵対心を抱くようになったと言われています。そしてスペインにあるサンファン・デ・ウルアがサンファン・ウルフのモデルだったことから、スペインを黒ひげ海賊団に当てはめて考えることができるでしょう。よってドレイクが黒ひげ海賊団に対し強い敵対心を抱くようになり、ソードは黒ひげ海賊団を徹底的にマークする組織となっていくかもしれません。その結果ですね、ドレイクは黒ひげ配下の海賊たちを一掃し、海軍本部中将に昇進。というのも、ドレイクのモデルとなったフランシス・ドレイクには、スペインの植民地や船を襲って財宝を奪い、それをイギリス女王に配当したという功績によって海軍中将になったという経歴があるんです。そして先ほども説明したように、スペインを黒ひげ海賊団に当てはめて考えることができるので、ドレイクがスペインの植民地や船から財宝を奪ったというエピソードは、ドレイクが黒ひげ海賊団の配下の海賊たちを次々と倒すという動向に当てはめることができるんです。さらにですね、ドレイクのエピソードとしては、火のついた船をですね、敵艦隊に送り込むという戦法により、スペイン艦隊を壊滅させたというものがあります。よってドレイク率いるソードが黒ひげ海賊団の艦隊を壊滅させるという展開も十分考えられます。しかし晩年のドレイクはスペイン領アメリカとの戦いで壊滅的な被害を受けた後、スペイン人砲撃手によってですね、船に大砲が撃ち込まれるなどの逆襲を受けているんです。よってですね、ドレイク率いるソードが一時的に黒ひげ海賊団の戦艦を壊滅させることになったとしても、黒ひげ海賊団を倒すことはできず、最終的には黒ひげ海賊団の返り討ちにあってしまうと思われます。うちもコビー先輩には世話になっちょりましたけ。海賊島へ一緒に行って、つかあさいや王子。続いては、コービーの動向についてなんですけども、大戦59話で黒ひげに拉致されていることが分かった後、大戦61話のヒバリとプリンスグルスの発言によって、現在は蜂の巣に連れて行かれている可能性が高いことが判明しています。しかしなぜ黒ひげはわざわざコービーを拉致する必要があったのか。結論から言うと、黒ひげはコービーをセラフィムとの交換材料にしようと企んでいると思われます。というのも、大戦59話で黒ひげは、PX と書かれたセラフィムの姿がですね、ルナーリア族と同じ特徴であることに驚いた後、その攻撃力と防御力の高さにも驚愕しています。そしてですね、超強力な能力を持っている黒ひげをしても、セラフィムをですね、完全に倒すことはできていないので、力のある人物なら誰でも仲間に取り込もうとする黒ひげであれば、セラフィムを手に入れて自分の手駒として使いたいと考えるはず。またですね、黒ひげは第595話でボニーを引き渡すことを条件に軍艦の引き渡しを海軍に要求していたように、黒ひげにとって人質と引き換えに要求を通そうとするのはですね、常套手段だと言えます。よって黒ひげはコビーを拉致して、コビーからセラフィムの能力や制御方法などを聞き出した後、海軍に対してコビーの引き渡しを条件にセラフィムを引き渡すように要求するんだと言います。しかしですね、実際にこの要求は行われないと思われます。というのも、先ほど説明したようにソードがセラフィムを連れて蜂の巣にやってくるからです。ボニーの引き渡しで海軍との交渉がうまくいかなかった黒ひげとしては、向こうからわざわざセラフィムをですね、連れてきてくれるというのは思っても見ないほど光栄。これによって黒ひげは力ずくでセラフィムを奪えるようになる。しかも先ほど説
明したように青生地がドレイクとローを裏切ると思われるので、黒ひげは何の苦労もなしに簡単にソードを制圧し、セラフィムを手に入れることに成功すると言えます。こうしてソードによるコビー奪還作戦が失敗に終わり、黒ひげがセラフィムを手に入れるとコビーももはや用なしとなります。よってコビーやソード、ローはですね蜂の巣に幽閉されることになるでしょう。そして先ほども説明したように麦わらの一味が蜂の巣にやってきたおかげで無事に救出されることになるかもしれません。そしてその後のコビーはですね、ドレイクが正式に戻ってきたソードの一員として黒ひげ海賊団を追いかけることになるかもしれません。ここはエッグヘッドも近い、セラフィム連れ出してよ。第戦61話でヘルメッポとヒバリは上官のプリンスグルスに対しセラフィムを連れ出して蜂の巣に乗り込むことを提案してるんですけども、却下されてしまっています。ではソードの隊員たちは今後一体どんな行動に出るのでしょうか。まずはヘルメッポとヒバリについてですが、二人はですねプリンスグルスの制止を無視しエッグヘッドに向かうことになると思われます。これについてはですね以前出した別の動画でも説明してるんですけども、コビーを思って涙を流しているヘルメッポとヒバリならば、上官の言うことよりもですねコビーの救出を優先して行動することになると言えます。そしてエッグヘッドに到着した2人は麦わらの一味とボニーがベガパンクの元に向かおうとしている現場に遭遇。そしてベガパンクの誘拐を企んでいることを知り、最初は海軍として麦わらの一味とボニーを止めようとするんですけども、麦わらの一味とボニーがベガパンクを連れ去ってしまえばスライムを連れ出すことが簡単になると考えたヘルメッポとヒバリは麦わらの一味とボニーに協力することになると思われます。しかしヘルメッポとヒバリが協力するといっても麦わらの一味とボニーにとっては大した戦力にはならないので、あまりメリットがないかもしれません。そんな時にソード全員がエッグヘッドに集結し、麦わらの一味とボニーにとっても願ってもない展開になると思われます。というのもですね、先ほど説明したようにドレイクは青岸と協力しコビー奪還作戦を考えることになると思われるので、ソードに対してはですね連絡を取り蜂の巣に乗り込んでくるようですね指示すると言えます。そしてプリンスグルスがヘルメッポの提案を却下したのはドレイクの指示がないことが理由だったので、ドレイクの指示を受けたプリンスグルスはソード全員を連れてですねエッグヘッドに向かうことになると思われます。こうしてエッグヘッドにはですねソード、麦わらの一味とボーニーというですね2つの大きな勢力が集結し、ベガパンクの誘拐を果たすためベガパンクを取り囲む巨大ロボットたちと戦闘を繰り広げることになるでしょう。そして見事ベガパンクの誘拐に成功した後、ソードはセラフィムを連れて急いで蜂の巣に向かうことになると思われます。しかしお分かりのように青生地の裏切りによってコビー奪還作戦は失敗に、そして後からやってきた麦わらの一味に救出されたソードはドレイクの指揮のもと黒ひげ海賊団を追いかけることになるでしょう。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。